い、どうも、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今日はね、今日はすごいよ。今日はこれです。ホットモットの焼肉コンビを帰ろうとしたら猿渡さんが、いや、これ先輩これ食べますってくれたので、持って帰ってきて、さらにボリュームアップ、どん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 、いただきます。足しました、いろいろ。これいつものキジマの卵焼き。美味しいね。これはあれだから、いや、本当天才。コロッケと天ぷら、この天ぷらも玉ねぎシャキシャキのやつだよ。美味しいね。これをやった後に焼いた卵焼き、もう非常に美味しい。これでもこぼれちゃうな。やっと焼肉コンビのね、本当の弁当にちょっとだけたどり着いて、このコロッケもサクサクにね、したからね、ちゃんと。あれだよ、焼肉コンビ久しぶりに食べたいなと思ってたわけですよ。さ、ちょうど猿渡さんが、この冷凍しておいたとは思えない、このメンチカツすごい。あーら、これ買ってすぐ食べた時よりも美味しいよ。これ冷蔵庫天才、すごい、すごいな、冷蔵庫すごいな。うまみ増したよ、熟成して。そうそう、できてる。わけわかんないでしょ。グリーンカレーラーメン、珍しいですよ、グリーンカレーラーメンは。いつ買ったかも覚えてない。3個か4個パックぐらいで、美味しいね。売ってて、ずっと昔に一つ食べたんですよ。美味しくて、でも食べるの忘れてたの。これ2パック、辛いの、これなべでこれ入れて一緒に炊いてやってもいいし、お湯かけるだけでもできますよみたいなこと書いてあってですね、前は鍋でちゃんとやりました。今日はお湯かけてみようかなと思ってかけて置いてたよ、これはね。でもね、これその1回だけ買ってきて、その時しか見たことないね。どこで売ってたかも覚えてない。あそっかもしんない、コーヒー屋さん、コーヒーとか外国の面白いお菓子とかいろんなものを売ってる、辛いな、マヨネー先生。あそこかもしんないわ、そういえば。その可能性はありますね。
はまたこれはこれでまた美味しいです。うん、伸びきってしまうから先にね、こっちから。ああ、辛っ。俺そこに行けばそこに行こうと、また辛いこと。でもまあ僕は辛いの好きですからね。今この口の周りの油で思い出したよ。話したっけな、あのこう寒い時期は僕も唇に気を使ってカサカサになるからね、リップクリームを塗るわけですよ。リップクリームをこうやってね、そしたらいつもね、いつもでしょっちゅうですよ。いつもでは嘘になるから、なんか油もん食べたって言われるね。なんか油もん食べたっつって、それはよく言われますまあしょうがないね、それはしょうがないです。でさえ素晴らしいこの焼肉コンビニ、これだけのね スターたちが参加して揃ったわけですから、もうほら豪華ですよ。美味しいに決まってんだ。メンチカツと天ぷらですよ。あと卵焼き。うん。肉の味が、肉の味とタレの味が素晴らしいわ。うん、天ぷらもいいね。うん、この玉ねぎの甘みがこれ、ほんなんで来るわけですよね。僕を幸せにする。ああ、今年は楽しみだね、本当に。去年以上に素晴らしいことがいっぱいありますよ。本当に。そういう時は間違いない。まあもちろんね、大変な時期は大変なことだってさ、まあありますよきっと。それだけどさ、ずっと続くわけじゃないから、そういうのが。
この方から。ああ、そこの方がすごい。最後に焼肉が残ったね。うん、危ない。うん、やっぱり丼とかこうやって一つになってんのが、逃がさないね。よっしゃ、はい、美味しかった。ごちそうさまでした。